桐生、まだ錦山と会うまでは時間がある。遥もいろいろあって辛かっただろうから、少しは気晴らしに行ってこい。だが遥は傷が、傷は浅い。それにあの子にとっちゃたまの遊びの方がいい薬になるさ。俺はここで待ってるから行ってやってくれ。分かった、よろしく頼むよ。傷は大丈夫なのか？うん、もう全然平気だよ。伊達さんも玉がかすっただけだから大丈夫って言ってた。おいおい、それが刑事の言うセリフか？本当なら医者に見せるところだ。きっとこんな経験したことのある子他にいないよね。ドラマのヒロインになったみたい。ずいぶん肝っ玉が座ってんな。まあ、あまり無茶するんじゃねえぞ。了解。おじさん、私もう大丈夫だからどこか行きたい。本当に大丈夫か？うん、元気だよ。腕も大丈夫だからね。分かった、無理するなよ。うん。桐生さん、お暇なんですか？まあな。じゃあ面白い場所がありますぜ。中道通りと太平通りのぶつかる場所に宝くじ売り場があるんですわ。宝くじじゃ気晴らしにならねえな。いやいや、話はこれからです。そこの売り場の女に話しかけてみてください。もっと楽しい場所に案内してくれますぜ。遥は携帯電話持ってるのか？持ってるわけないじゃない、ひまわりにいたんだから。なんだ、伊達さんが最近はガキでも持ってるなんて言ってたが、さすがにみんながみんなってわけじゃねえんだな。クラスの子はみんな持ってるよ。放課後はいつもメールで待ち合わせしてたりするし。え？文通でもしてるのか？やだおじさん、メールも知らないの？さすがに遅れすぎ。何？メールって手紙のことじゃねえのか？またな、キルちゃん。後悔するな。
何やって？
おい、待てよ。おい、ぶっ飛ぶ。なんなんだ。さん、何か聞きたそうな顔してるわね。ああ、あいつから聞いたのね。ちょっと待ってなね。入場するには10万円分の掛け札を先に買ってもらうけど、いいかしら。はい、じゃあ10万円分の掛け札1000点ね。いってらっしゃい。手の込んだものを作るやつがいたもんだ。いらっしゃいませ。勝負。国の藩。お客さん、子連れかい？社会勉強さ。迷惑か？別に。ただここには子供料金なんてありませんぜ。入ります。さあ、はったはった。一斉のいい子だ。ちょ、入ります。さあ、立ち上がった。なんだろう、これは。ちょ、長藩駒揃いました。ピンゾロの長よし、入ります。さあ、ハンターハッター。これは長。長藩駒揃いました。シゾロの長。やった。入ります。さあ、ハンターハッター。これは長。長藩駒揃いました。国の藩。残念だったな。入ります。さあ、立ち上がった。それは藩。長藩駒揃いました。思想の藩。よし、入ります。さあ、王者だった。これは藩。
小藩駒揃いました。地層の藩やったね。ちょっと中座させていただきます。すぐ戻りますんで。楽勝だねおじさん。なんか私才能あるかも。そうだな。私のおかげで勝ったんだからね。何かおごってよ。ああ。いやお待たせしました。年のせいか小便が近いもんで。さあ続いてまいりましょう。入ります。勝負。次はね、ハン。入ります。さあ、たったたった、そうじゃね。これは、ハン。長藩駒揃いました。二六の長。残念だった。お座りいただきましょうか、お客人。まっ、うつだだだだ。気安く触るな。何しやがる。何やってんだ。邪魔すんじゃねえよ。邪魔したな。待ちやがれ。おじさん。おい、あれ。なんだりゃ。ずいぶん変わったサイコロだな。イカ様じゃねえか。どうなってんだこれ。ふざけがって。おい、出てこい。イカ様だ。つまみだぜ。Yeah!
ょっと待った、もう勘弁してくれ。サマーやらかした壺振りのけじめ、どこでも相場が決まってるもんだ。いや、でもそれは。お客人、大変失礼いたしました。手前ここの仕切りをやらせていただいております。この壺振りは流れ物でして、どう知らぬこととはいえお詫びの言葉もございません。この落とし前はきっちりつけさせていただきますので。そんなこの後始末手前どもにお任せいただけませんでしょうか。もちろんただでとは申しません。俺たちも帰るとこだ。あとはあんたに任せるさ。ご理解いただきありがとうございます。今後ともごひいきに。そろそろ時間だ。はるかをサイの河原に預けに来い。キリュウ、そろそろ時間だ。はあ、10年前と今の錦山は別人だぜ。何仕掛けてくるかわからねえぞ。はあ、はるかを頼む。分かってる。10年ぶりの親友と飲んでくるよ。少し遅くなるかもしれない。うん、気をつけてね、おじさん。それにしてもキリュウ、お前10年前とあんまり変わってねえよな。そうか、自分ではよくわからねえが。俺なんか見てみろ、白髪がどんだけ増えたと思ってんだ。それだけ何事にも全力で当たってきたってことだろう。あいにく不器用なもんでね、そんな生き方あったとしても気づかなかっただろうよ。ま、10年前より今の方がずっと男前だ。それは確かだぜ。Somebody. Ah!
とりあえず財布出せよ。レーナ、お前なんでここに。これから錦が来るんだぞ。だからよ、あなたたち殺し合いでもするんじゃないかと思って。レーナ、錦、久しぶりだな、兄弟。レーナ、酒を。うん。10年ぶりだ、お前とこうして飲むのも。はあ。面会にも行かなくて悪かった。俺もいろいろ忙しくてな。そうだろうな。俺は、どうしても100億を手に入れたい。お前が連れているガキとペンダントを渡せ。その前に答えろ。なぜ水木を殺した？殺す気はなかったんだ。ユミの妹を殺すつもりなんてな。あ、親父。何やってんだお前ら。すみません、この女結局口を割りませんでした。誰が殺せと言った？え、あ、お、親父。待ってください。ユミの妹なんだぞ。誰が殺せと言った？誰が言ったんじゃ。親父。親父、あとはきっちり片付けておきますから。10年間俺はユミの行方を追い続けた。ユミの妹がセレナで働いていると知り、俺はずっと彼女をマークしてたんだよ。いつかそこにユミが現れるんじゃないかってな。ハルカのこともそれで知ったのか。巡り合わせだよな。あの娘はひまわりにいたんだ。俺たちが育ったあの孤児院にな。水木はその後アレスを持ち、そして姿を消した。ひまわりにいた娘も。そして登場会の100億が抜かれる。だがな。それは、そうだ、ユミの指輪だよ。こいつが現場で見つかったんだ。ユミはいる。近くに。必ずな。
キリュウ、これは登場界の戦争だ。お前一人でどうなるもんでもない。悪いようにはしねえ。ペンダントを渡してくれ。あれはハルカにとって唯一残された母親とのつながりだ。お前らの戦争なんて関係ねえ。変わらねえな。だからユミもお前に惹かれたんだろう。みんなお前の味方をする。昔からな。お前俺のことを憎んでいるのか。わからねえ。だが結局俺はお前を裏切った。風間の親父もな。もう後戻りはできねえ。まさか風間の親さんを撃ったのは。なあ、さすがにあん時手が震えた。やめて、やめてよ二人とも。なんでだ。おやっさんに世話になった恩はねえのか。まだくたばっちゃねえだろう。それに今はシンジも一緒だしな。おやっさん着きました。お前シンジを盗聴して。10年前のあの日から俺は誰も信じちゃいない。俺は俺のやり方で登場界のトップに立つ。どうしても水木の娘よこさねえならお前でも容赦はしない。好きにしろ。だが遥かを渡さねえ。お前の道具になんかさせやしねえ。今更だがお前とはもう一度一緒にやりたかった。だがもう今日限り兄弟じゃねえ。なんでこんなことになっちゃったの。なんで。親父、手はず通りで。なあ、やってくれ。はい。お久しぶりです、キリュウのおじき。親父の命令です。恨まんでください。やれ！ですか。
失礼しますよ、海長さん。ほら、今日の稼ぎだ。ご苦労だった。おいおい、もっと感謝してみせろよ。今日の分だけであんたの欲しがってた金額はクリアできてんだぜ。そうか、恩に着る。そうそう、初めからそう言えよ。ま、今日はでかい取り立てが久々にできたんだ。組長さん、あんたラッキーだぜ。ま、借金まみれでギャンブル狂いの医者にも感謝した方がいいな。医者？でもあの野郎も急に金ができたから返済するとか抜かしやがって、一体何やれかしたんだろうな。そいつからいくら切り取ったんだ。3000万だ。親の遺産でも入ったのかね。おい、何なんだ。3000万、用意できますか。私たちナースも困ってるんです。さっき急に院長に辞表を渡したとかで、逃げるように出て行ったきり連絡もつかなくて。あの、何かあったんですか。クソみてえなやつにも頭下げて、死ぬ気で金を用意したってのに。今までの時間は一体何だったんだ。もう優子には時間がねえってのに。Don't think I'm ready, no, not for that jelly. My honey, like Winnie the Pooh.